有馬記念の勝ち馬、里のダイヤモンドのお父さん、ディープインパクトのウォーキング映像など136頭を収録。スタリオンズインジャパン2017、サラブレッド血統センターオンラインショップなどで大好評発売中です。こんにちは、橋本です。まあ、2018年の競馬も、まあ、3日間競馬で幕を開けまして、今回が2週目ということで、中京の方も開幕しますんでね、今週は、中京に使います谷厩舎の馬をちょっと2頭ピックアップしました。最初はまず土曜日の中京2レース、クリノカポネという馬ですね。もともとちょっと喉鳴りの毛がありまして、引っ張ったりするとね、結構まあ多少の影響はあるんですけども、調教の感じとか競馬の感じとか、普通にね、スムーズに走ってくれば、特にね影響は見受けられませんので、なかなかこう勝ちきれない競馬が続いてるんですけども。形自体はね、もう道中じっとしておしまいにかけるというね、戦法がもう完全に身についてますので、まあ、今回ね非常にこうメンバーに恵まれた印象があるので大きなチャンスじゃないかなと見ております。相手ですけども、まあ、馬単でちょっと買ってみたいんですけども、相手はもうオーケンキング、これ1頭がね大本線になると思うんですけども、まあ、あとは初ダートの口ですね、湘南バリウスですとか、まあ、コスモターンブルー、ロビンズソング、まあ、そのあたりを絡めて、買ってみたいと思ってます。もう一つが、日曜日の最終ですね、ピエナ嵐という馬ですね。まあこの間がねこう中央に戻ってきて初戦だったんですけども、まあ、ジョッキーがねこう外枠のロスをこう最小限にね、まあ、非常にうまく立ち回って、まあ、最後もね足を見せましたし、まあ、厩舎の感触、取材の感触からもね、まあ、メンバー次第ではそこそこやれるのではと、そういう話だったんですけどもね、まあ、今回さらにこう調教の感じが、こうぐっと自分からハミを取るようになって、非常にこう全身規制が出てきたということですので、かなりね上積みがあるんじゃないかなと見ております。こちらは馬連ですね。結構人気がまあ割れそうなので、相手絞るのはちょっと難しいんですけどもね、キャリアベスト、スパイクナード、南洋テンプル、バリオラージュ、スリープレッピー、まあ、そのあたりは相手にね、馬連で買ってみたいと思います。あとは京都ですけども、まあ、日経新秋杯、まあ、ちょっと注目のレースなんですけども、まあ、ハンデ戦ということでね、私は52キロの頑固を狙いたいと思います。まあこの間がねちょっとびっくりしたんですけども、中間障害練習も始めてまして、そちらね障害入りする話も出てたんですけども、まあ終わってみればね2番手からもう堂々とね、まあ時計も悪くなかったですしね、非常にこう自分から動いてスタミナがあるなという印象をね抱きました。まあ、こう先週の競馬見る限りね、まあ、京都も極端にこう時計早くありませんしね、このままどちらかというとこう時計のかかるぐらいのね芝が一番、まあ、合うのかなとは見てますので、まあ、相手は非常にね格上挑戦になりますし、相手は揃うんですけどもね、ここはロードバンドールという絶対的な逃げ馬がいますので、まあ、その2番手から運べば、まあ、前走のようなね同じような競馬ができると、まあちょっと期待は持ってるんですけどもね、まあ、こちらの方も生まれんで、手広くちょっと相手をね買ってみたいのですが、
まあ、モンドインテロ、ロードバンドール、ミッキーロケット、まあ、この3頭本線に、パフォーマープロミス、カラビナ、ヒットザターゲット、まあ、そのあたりを抑えて、勝ってみたいと思ってます。以上でした。